気になってちょっと探し歩いてたんですが、さすが撮らせていただいて2代目です。はい、ご搭乗の皆様おはようございます。操縦席よりご案内いたします。本日はボーイング747ダッシュ400大気圏サヨナラチャーターフライトにご参加いただき誠にありがとうございます。当機本日熊本空港までの飛行並びにタッチアンドゴーまでご一緒させていただきますビジョン高橋と河野でございます。本日はよろしくお願いいたします。簡単でございますが操縦席よりご案内させていただきます。皆様ご承知と存じておりますが、ご搭乗機 JA8961 は1993年平成5年5月より就航開始しております。当機国内線使用機材でございますので約20年10ヶ月にわたり総飛行時間45,000時間、距離に換算いたしますと約地球を820周月まで往復いたします。約48往復できる48往復程度往復できる距離を飛行しております。ボーイング747-400は1990年平成2年8月より JA8094 国際線使用機材を皮切りに就航いたしました。より大きくより早くといった時代のニーズもあり最大23機で日本をはじめロンドン、ニューヨークなど世界の空で活躍してまいりました。残り2週間ほどとなります。その役目を終え3月31日をもちまして全機退役することとなりました。24年もの間皆様にはジャンボの愛称で親しんでいただいておりました。心より感謝いたします。ありがとうございます。なお機内で4分少々の簡単なビデオございますが下地島空港でシミュレーター下地島空港でのタッチアンドゴーの操縦室内の様子をシミュレーターを使って撮影してまいりました。熊本空港でのタッチアンドゴーをご覧いただく際の一助となれば幸いでございます。長くなりましたが本日は皆様の心に残る一日になるよう乗務員一同務めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。それでは熊本空港までのその度どうぞごゆっくりお楽しみください。これより先は若干南の風が入りまして気流の状態は若干悪くなっております。まもなくいたしますと着陸態勢からシートベルトサインが点灯いたします。どうぞ皆様お座席にお戻りになりシートベルトを締めていただきますようご協力申し上げます。天候は変わらず着陸が若干早まることをご案内させていただきます。操縦席に失礼いたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。